南西諸島各方面での日米大規模軍事演習キーン・ソード23が開催され、有事を想定した本格的な演習という情報をキャッチ。今回は、この日米キーン・ソード23を詳しく見ていきますね。やはり、プロ市民団体が130人抗議していましたが、完全無視です。2022年11月10日から19日までの10日間、日本の陸上、海上、航空の3自衛隊と在日部隊を含むアメリカ軍による令和4年度分の日米共同統合演習であるキーン・ソード23が、太平洋や東シナ海の複数の場所で敢行されている。この日米共同統合演習たるキーン・ソードは、昭和60年から実施されているに、日米での合同軍事演習であり、この量は4年の分で、実動演習としては16回目を数え、指揮所での演習とが、おおむね交互に実施されており、今年は実動演習に当たっている。そのため、今回のキーン・ソード23は、かなり大規模な軍事演習となっており、3自衛隊から、およそ2万6000名の要員、およそ20隻の艦艇と、およそ250機の航空機が投入されて、統合幕僚監部以下、情報本部やサイバー部隊も参加をしている。アメリカ軍からは、およそ1万名の要員、およそ10隻の艦艇と、およそ150機の航空機が投入されており、それらは、在日アメリカ軍をはじめ、インド太平洋軍、太平洋陸海空、及び海兵隊、太平洋艦隊に宇宙軍まで幅広い部隊が参集している。これらメインの日本の自衛隊とアメリカ軍に加えて、今回のキーン・ソード23は、カナダ軍から艦艇2隻、航空機1機、オーストラリア軍から艦艇1隻、航空機1機、イギリス軍から艦艇1隻も招かれて、一部の演習に参加するという。こうした実動演習の参加部隊以外にも、今回のキーン・ソード23には、フランスやインド、ニュージーランド、フィリピン、韓国からも、オブザーバーとしての人員を招聘する予定と公表されており、ここからも、その重要性が伺い知れる。日本の統合幕僚幹部は、すでに、先月10月21日付で、プレスリリースを発しており、日本が、唯一の軍事同盟国たるアメリカと、その同盟に基づいた即応時の体制を確認すること、そして、相互の部隊の運用性を強化することで、地域の安全を高めると述べている。ここでは、今回のキーン・ソード23は、純粋に、軍事的な攻撃を日本側が受ける事態はもちろん、その前段階である、グレーゾーンたる事態も視野に入れ、自衛隊とアメリカ軍とが協調して、有事に備えることが打ち出されている。このプレスリリースによれば、今回のキーン・ソード23が実施される場所は、自衛隊、及び在日アメリカ軍の施設をはじめ、日本の周辺の空海域とされ、具体的な地名としては、南西諸島の津多良島、奄美大島、徳之島が挙げられている。日本の陸上、海上、航空の3自衛隊と、アメリカの陸海空、及び海兵隊までが、参加を行う大規模軍事演習であるだけに、キーン・ソード23の実施項目は、多岐に及び、陸海空での各作戦に加え、水陸両用作戦、特殊作戦までが網羅されている。こうした実動部隊による、複数の演習はもちろん、後方を支援する補給部隊との連携や、宇宙空間やサイバー領域にまで至るまで、訓練内容には想定されており、総合的な攻撃からの抑止力と対処能力の強化を目的としていることがよくわかる。2022年11月14日には、自衛隊の山崎統合幕僚長と在日アメリカ軍のラップ司令官とが、今回のキーン・ソード23に参加中の海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦、
出雲の感情で記者会見を開いたことも報じられた。キーン騒動23では、台湾に対する軍事的な圧力を強め続ける対中国軍を念頭に置いた軍事演習である側面が強く、そうした中国軍の武力による台湾有事の制起を抑止しようと、これを日米で牽制するという大きな目的が感じられる。在日アメリカ軍のラップ司令官は、記者会見の席上において、今回のキーン騒動23が、日本とアメリカのみでなく、カナダ、オーストラリア、イギリスからも参加している点について、コメントを求められそれに回答している。ラップ司令官曰く、カナダ、オーストラリア、イギリスの参加は、インド太平洋地域における平和と安定の維持を目的としており、アメリカの同盟国や友好国とのこの考えに基づく連携を世界に向けて示したものだとの認識を語った。自衛隊の山崎統合幕僚長は、今回のキーン騒動23が日本の南西諸島を中核とした地域で実施されていることについて、日本が今後も隙のない防衛体制を強化するという点から、非常に大きな意義を持つ取り組みだとコメントしている。これまでに述べられてきた中国軍による台湾有事の発生の可能性や、それに付随しての尖閣諸島周辺海域への中国海峡局の船舶の侵入など、日本を取り巻く中国の軍事的な圧力は、これまでにないほどに高まりを見せていることは疑いがない。それに加えてきた北朝鮮による各種の弾道ミサイルや巡航ミサイルの発射が、この2022年は頻発しており、ロシアから技術を得たと考えられる、それらの兵器開発は、ますます加速の一途をたどり、それらに搭載する核兵器の小型化も進められていると召される。そして、ロシアは、自身が今年始めたにもかかわらず、ロシア・ウクライナ戦争で、窮地に陥っており、西側諸国からのウクライナへの軍事兵器の供与しよって、通常兵器で戦況を打開することが困難と判断すれば、戦術核兵器の使用さえ懸念されている。こうした中国、北朝鮮、ロシアという、三つもの仮想敵国と海を隔てて対峙する日本の安全保障環境は、かつての旧ソ連とアメリカとの世界を、東西に二分しての冷戦構造の時期よりも確実に厳しさを増している状況だというほかはないだろう。そうしたかつての冷戦時代には、日本の防衛といえば、北海道に旧ソ連軍が上陸を敢行してくる可能性の防止と、同国の戦略型原子力潜水艦が太平洋方面に進出しないよう、その航路を潜水艦によって防ぐことが最大の課題だった。しかし、今の時代では、かつての旧ソ連以上に、経済的な国力の伸長を背景に、中国の軍事力は強化され続けており、また、兵器の性能も、飛躍的に、その射程距離を延伸させていることから、防御を行うことの難易度そもそも上昇してきている。こうした背景から、キーン騒動23のような日米の協調に基づく軍事演習の実施は、対中国を鑑みた場合、必要不可欠な取り組みであることは明らかだと考える人々が多いと思われるが、いかんせん、日本のマスメディアでの扱いは数が少ない。キーン騒動23という単語をインターネット上で検索してみても、表示される記事は、思いのほか少なく、意識して、根気よく検索する意図がなければ、その、参加数や日程や開催目的等を汲み取ることは、極めて困難な状態だと言わざるを得ない。むしろ、インターネット上で、キーン騒動23を検索した場合に遭遇する記事の多くは、琉球新報などの沖縄の地元のマスメディアの同軍事演習に、批判の目を向ける内容が大半であり、そのスタンスは、
読まなくとも推察できることばかりだ。一例を挙げれば、琉球新報は11月10日の記事で、今回のキーム騒動23の実施にあたり、国は与那国空港に陸上自衛隊の16式機動戦闘車を運び込む許可を沖縄県に出させたと、その行為を激しく非難する内容を掲載している。琉球新報は、与那国空港に輸送機で運び込まれた陸上自衛隊の16式機動戦闘車は、そのまま一般道を走行して、与那国駐屯地に移動すると述べ、こうした戦闘車両が、武装を行ったままの状態で、一般道を走行することの危険性を訴えている。確かに、太平洋戦争の沖縄戦により、多大な民間人に、多くの犠牲者が生じたことは、不幸な歴史ではあるが、そうした県民感情も考慮して、国は、自衛隊の沖縄方面への部隊配備等にも、慎重な姿勢を崩していないことは、言うまでもない。ロシア・ウクライナ戦争が生起した事実と、その悲惨さを、こうした反日マスメディアのあり方は、実際にどのように考えているのか、いくら問うても、議論は、平行線をたどることは、分かっていながら、その疑問が、常に頭をかすめる。